よし。では続きを登ります。なかなかのダオだと、まあ、さっきバイクの人が折り返して戻ってきてないから多分大丈夫なんでしょうね。そうだ、ちょっとメールチェック、電波があるうちに、しまった、間違ってタイマー切った、見えないよな、残り1時間51分やたら YouTube のチャンネル登録の、さっき放送中に YouTube って言ってたからな。
ほら、地図に載ってない、あ、載ってるか。別の道と合流してる。こっから尾根沿いかな、ずっと。もうちょい先か。工事中注意か。滑る滑る。うわ。よいしょ。この辺全部杉か。景色的には相当寂しい。あ、そうだ。昨日ちょっと行った。昨日の録画中に行った。マイクを口元から離して、半々よりも周りの背景音を強調しようという話なんですけど、マイクをヘルメットにくっつけりゃいいな。ヘルメット自体に。こうやってオープン周りを何周かさせて
この充電ケーブルのところでいいかな。ちょっとマイク汗濡れてる。よし、充電もちゃんとまだできてますね。よっしゃ。これで母があんまり今までよりは小さくなったはず。目の前に小さな虫がたかってきてるんで、 GoPro のレンズの方もたかってんじゃないでしょうか。あとは確かあんまり解いた後でもなくていいな。なかなか木漏れ日が綺麗、路面も全然荒れてない。待つぞ、この辺りは。お、尾根出てきた。右も左も結構開けてきてる。あれ
この後また通路折りがあるな。ああ、この先山越えて まだそれでもゆっくり登り続けるのか。この標高は1300近くを取るのか。今1089だからまだ200は登るんですね。いいですか。まあ大丈夫か。ドローに回った今。割れてる。音でもないんだろうけど、そろそろ電波は出たかな。あれ、まだ繋がってる。まだ放送できたのか。まあいいや。綺麗な、杉じゃなくて、広葉樹、照葉樹なのかな、広葉樹なのかな。景色が綺麗になってきた、さらに。ってかな。
ダートにしてはかなり綺麗な方で、表面がまだ綺麗な方で、ここってメジャーなとこなのかな、自転車の人見ないけど。滑る。この辺りがもう一個のつづらのところか。芝峠まだまだ5分の2も来てないな。勾配を取れないな。ずっとそこそこの勾配が続く。
切りやすい。土道になってる。この辺も割と砂地なのかな。まあ標高もうすぐ1200。あすか、今日は最高標高どのあたりだったかな。一応 iPhone がフォーマーの電波がつながれば iPhone で今日の予定ルートの最高標高を調べることができる。あ、まだつながってる。今日の最高標高は まだ1534か、まだあるな。そうか、あそこまでやっぱずっと登り続けるんだ。何がこれは、あ、映らない。ところが、1300になったら一旦勾配が落ち着いて、でまたしばらくしたらだらだら1400まで登った後に急に登って1550ぐらいまで考えておいた方がいいかな。
標高1200。森林整備中。すぐなんか道っぽいのがあるな。なかなか景色開けないな。まあ、スズラ折れるまではない、終わるまではないか。バンクのあるよ。
れか。あ、バイクの人だ。ちょっと折り返してた人かな。こんにちは。多分さっきの人じゃないかな。うわ、ケーブルがすごいな、これ。GoPro 充電ケーブルの他に、配信の時に使う残り2本のケーブルが、そのまま横にくっついてるんで、ここから見たら頭ワイヤーだらけです。こうやって塗ってる分には大して、ワイヤーの重さもないから、感じないんですけどね。後から見た目の方が、これは影響大きいな。1250、あと50で一旦勾配が落ち着く。工事中看板。森林整備ということしか書いてないな。長谷村の間伐材を使用しています。この看板がちょっとなんか真ん中の1枚だけずらしてくっつけてあって面白いですね。少し個性がある。あ、今写真撮ったっけ。舐めた。舐めてる舐めてる。
あの材木は間伐材なのかな、間引きした木なんですかね。これは松か、なんかいた、あ、全面通行止めっていう看板があそこにある。では、何ですかね。バイクの人もだいぶ経ってから、戻ってきたから、ここで折り返してはいないと思うけどな。大丈夫っぽいかな。ちょっとヒヤッとした。これは解除された後なのか、あ、そっちに道があるのかな。あ、あるある。よかった。右じゃなくて。右が通行止めじゃなくて。スリスリ、なんかちょっとオリーブオイルみたいな匂いがする。あ、この辺りもしかして修復したばっかりのところなのかな。この感じ、このヘリになんか杭があったりでもないかな。なんかなんとか復旧させたみたいな感じが少しあるんですが、でもないかな。標高1300、この辺りから少し落ち着くはず。
ああ、そんなでもないな。まあ登ってるな。緩くなった。緑色が鮮やか、そして青空が、はあ、結構日陰になってくれてるおかげでも助かるな。またら町だ。またバイク来た。こんにちは。
で一つなんか山頂が一つあって、それを右に回り込む感じ、はあ、これマイク上に上げて届いてるかな、はあ、このさては何て言ったっけ、羽閉じる。もう鳴かない。この盛り上がってるのが何らかの山頂っぽい、標高1342、30、はあ、なんか峠っぽいな、まだピークじゃないのに、ダストに入ってから初めてちょっとの間下りらしい下り、ん？この感じネジ緩んで、まあいいかな、ちょっとあのキャリアの長ネジが四角緩んでないか、キャリアはそのガタついて鳴るようなガシャンガシャンっていう感じの音がしたんですけどね、違ってた、荷物の中にガチャガチャ鳴るもんとかあったっけ、あ、そっか、携帯ホルダーが確かガチャガチャ鳴るな、当たると涼しい、でやっぱり登るか、また
あ、GoPro まだかな。まだだ。メディア残ってるかな。あれ、まだまだ55分もあるか。さっきタイムかけてからまだ1時間経ってないか。左手が杖突街道の方のはずなんですけど、ほとんど見えないな。木の陰から家とか道とかパラパラ見えてるんですけどね。うわ、ちゃ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 、うわ、危ねえ。ちょ、うわ、ちょっと砂利が浮いてきてる。予想しづらい足元が。お、ちょっと見えた。田んぼと集落が見える。ほとんど平坦だ、この辺り。
二人か。ウメオロスのか、ウメオロスのペットボトルが大丈夫かな、落ちてないかどうかチェックしとかないと。こんなところにペットボトルゴミを放置していったらお恥ずかしいから、結構泥がなんかいけるか、いけた。泥のところは見た目だけだとどんぐらいこの埋まってしまうのかが分からないから怖い。本気で埋まったら足元取られて転びますからね。よしよしよし、二人も尾根っぽいけどどっちかも見えない。なんか標高少しずつ失ってるみたいな。実際失ってるか。ああ、やっぱり下ってる。首が痛くなってきた。
眠たくなってきてる。どっか東屋でもあったら少しだけ昼寝しようかな。動画上はそこは早送りすりゃいいし。寒かったら寝袋まである始末。おお、小鹿映ったかな。あ、こっち見てる。写真撮るまで詰まってて、押さえてまた1枚で。まだあの白い斑点があるバンビですね。結構逃げないもんだな。よいしょ。なんか見返り美人みたいにあの首を180度以上こっちに曲げて見てる。かわいい。うん、綺麗撮れた。GoPro だと広角だから小さすぎてよく見えないかな。あれはピッピッピッとした。じゃあまあ、しかも珍しいもんじゃないと思うんですけどね。しかも映像上は多分ちらっとしか映ってないけど、なかなかいいもん見れた。おそうか、あれが熊とかだったらやばいな。この辺りは石が大きい。そうそう、物がこういうところは物が落ちても気づかないから気をつけとかないと。こっちはぬか、うわ、ぬかのよっと、うわ、泥が入り込む。
またぬかるんでる。こっちにバイクのタイヤとかある。うわ、なんか点線、地図上に点線がある。これは？なんだろうこの点線は。行政の。なんかの境目かな。どっかのバイクの音がする。下かな。下っぽいな。ね、しかも複数。あ、いて。今、刺すやつがいた。こいつか。ソロみたいになってる。うわ、何この位置、綺麗すぎる。ダートにしてはまあぬかるみあるけど、
これなんか植えられてるのか。イチジクの葉っぱみたいな。なんだろうこれ。これ本当に植えられてるのかな。植えられすぎてるように見える。といって自然繁殖って感じでもないし、タツキの時報か。マイクに入ってますかね。思った。聞いたことない曲だったな。聞いたれた。少し目つぶったらちょっと寝た気分になった。さっきから結構上り下りばっかりだな。
うわ、揺れる揺れる揺れる。どこでガサッといった。お、景色が開けたかな。あ、もう山ばっかりか。あんまり見えてないな。ああ、この辺りは植樹されたのかな、ここは。あんまり自然な感じじゃない。ちょっと甘いもの補給。じゃあ待って、こっち先食べてたらいいか。ランチパック横手焼きそば風。ソースが多いナポリタンみたいな感じだな。まあ味は焼きそばなんですけどね。
サイジュースも飲んどいてしまおう。そうだ、まさか電波今繋がってないよな。ここでも繋がってたら、ちょっと言い訳できなくなる。嘘、まだ繋がってる。フォーマのエリアはかなり離れてるはずなのに。お詫びのツイートしとくか。あれ、まだ電波届いてる。で、現在地の、GPS 位置入れてツイート。十国峠の方に行ってるのか。十国峠は群馬と長野かの境目のはずですけど、前私が行った時もなんか工事中で、なんか工事中の中の、自転車ギリギリ押して登れるかどうかぐらいのなんか砂の急傾斜を登ったことありますけどね。あれ？あ、これ卵か。チーズかと思ったら。こんなところで電波が届いてるなんて。全然動いてないな。
あ、トップの中に落ちたかな、どうか。大丈夫かな。1531まで160メートルぐらいか。
これなんだ、バス停じゃないよなこれ、なんかの資材置き場だったのかな。あれはアスベストかな。また下る。録画してるからあれは映せないな。いや、別に、いや、やっぱり映せないっぽいな。あっちにも落ちてる。これがニコ生放送中だったら大盛り上がるんですけどね。
まだまだだな。また1400切った。鳥の糞が今落ちてきたような、見えないな。わあ、まただいぶ下ったな。
お、GoPro メディア切れマジか。残り3分ぐらいでした。じゃあもうここで取り替えていきます。じゃあ一旦止まります。スタート。ですが、でこんなふうに約7時間の録画データが入ってます。すごいよな今の時代。あ、そうだ、さっきの時刻の動機が外れたからまた時刻を見せとかないと GoPro に。33分。あ、それ電波はまだ繋がってる。もしかしてこの林道全部放送できるのかな、もしかしたら。やるとしたら杖突峠の向こう側から下ってくる方がまだいいかな。この上りで母やってるよりは、こう長いダートの下りを放送した方がいいかもしれない。またこれだ。自生してんのかな。ここからまた登って、
だって登るのかな。まだピークまで結構距離あるな。1キロあるかな。うわ、まあまだ3時半だから大丈夫かな。4時半にはピークについて芝平峠行って、もう一つなんとか峠行って、そこまでちょっとまた登って、であとは杖付峠に下って篠に降りておしまいかな。蝶が兄に持ってかれようとしてる。
緑色はモカ。水たまりというか池というか、これいっぱいにモが密生してますね。魚とかイモリとかそういうのはいないか。あ、上から、ここからなんか水が流れてきてるんですね。で、ここは池になってる。なかなか綺麗。あ、あれの流れがずっとこっち流れてきてる。うわ、この辺り一体ぬかるんでるな。うわ、深い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 。抜けた。うわ、泥だらけ。
ていいよな。うわ、この花は何だろう、分からないけど写真だけ撮っとく。ああ、ピント合わない。1048を通って1548まで登ったらとか下りか。63があるな。ここまで行ったら多分下りなのかな。でもまだ4キロぐらいある。最終的な標、最終一番高いところまでの標高差はそんなにないんですけどね、170メートルぐらいで。アップダウンばっかりだから結果的に結構登らされてる。あのアップだけを全部加算したら獲得標高とかだと今日は結構いってるんじゃないかな。まあそれでもどこくらいかな、700、800ぐらいかな。うわ危な、
安い。このツタもいいな。あれ、さっきの赤い花から向こうに咲いてるな。これはあちこちやっぱこれが間伐されてるとこなんですかね。木の間隔がなんか妙に広い。うん、うわ、危ない。よし。危なかった。また、チェーン落ちするとこだった。
ツツジか。よくわからない。葉っぱの感じからするとツツジかな。何かが逃げてる。ああ、鹿だな。ちらっと尻が白いのが見えたんで、まだ若い鹿ですかね。これで一応2頭目か。まだいっぱいいるとは思うんですけどね。写真は撮れなかった。よいしょ。なんか虫がついた。これなんかピークのとこまでまっすぐ登ってるな。
もう少しで、1548m のピークを通って、でそこからまたちょっと下って登って、下って登った先が1563か。そこからはもうだいたい登り終わりかな。で分岐から右に曲がって芝平峠、よし、なんか左右がバーッと開けるようなそういう場所を期待してたけどないな。危ない危ない、大きな石にタイヤ取られそうになった。出る。
れが一旦のピークか。うん、またただ、あ、またスカだ。今もちょっとちらっと見えただけだったけど、3頭目しか多いな、この道は。うわ、なかなかの勾配。全然虫がたかってそう。これに下って登って、もう一遍下って登った先あたりが多分最高標高だと思う。でもここでも1560だもんな。
ヘルメットにだいぶ振動がいってるな今のは。意外とぬかるんでた。